こんにちは、デリッシュキッチンです。もちベーコンの甘辛炒めを作ります。細ネギ1本は小口切りにします。もち3個は縦3等分に切りましょう。ベーコン9枚を用意し、もちを巻いていきます。3個ずつ竹串に刺しておきましょう。ボウルに醤油小さじ1、砂糖小さじ1、コチュジャン大さじ1、おろしにんにく小さじ1/2、ごま油小さじ1を入れて混ぜ合わせ、甘だれを作ります。フライパンにサラダ油大さじ1を入れて熱し、もちベーコンを並べ、蓋をして弱火で焼きます。焼き色がついたら裏返し、再度蓋をして、もちが柔らかくなるまで焼きましょう。甘だれを塗り、白いりごま適量を振って、細ネギを散らしたら完成です。小腹が空いた時などにいかがですか？